久保建英、ソシエダ監督やファンに大人気。バンキシャ語るガチ評価、久保は賢く、ラテン気質なユーモアも、マドリー復帰は噂話の域だ。マドリーダバルサだって騒がれるのは活躍してる証だけど、本人は今ラレアルのことしか考えてないよな。いやーほんとソシエダの入れてよかったなぁと思うね。大手のバンキシャ外籍の話は噂話でしかなく、具体的な動きは何もないことと、久保本人の、ラ、レアルのことしか考えてない。を伝えてるのが今のところ全て。同じ新聞社の同僚記者に噂か本当か気軽に確認できる立場にあるわけだし。良い記事だなぁ。写真も見たことないやつがいっぱいある。加入前から久保の能力を疑ってなかったクラブ側の人らですら久保のパフォーマンスの高さに驚いてるのか。移籍しようがしまいが、バルサ、マドリーで活躍できる実力があることだけは確か。マドリーでスタメン張るなら理不尽さが必要。鎌田のロマーノさんのソース記事にはちょっと心動かされるものがあるけど、何度も移籍記事を書いてる街頭メディアの別の番記者があれは噂だと切り捨てるの斬新だな。